ただいま議長のお許しをいただきましたので、私は独居高齢者の孤独死についてと中学生の自転車走行のマナーについての2点の一般質問を従来通りの総括方式でさせていただきます。昨年3月11日の東日本大震災から早1年が経過しようとしています。私も昨年岩手県大槌町陸前高田市を訪れましたが、現場は本当に悲惨な状況であり、あの瓦礫は被災された方にとって時間の経過につれてだんだんと頑張ろうとする気力をそがれるもの、そんなふうに推察をさせていただくところでございます。一日も早い復興復旧を願うところでございます。それではまず1点目の独居高齢者の孤独死についてお伺いいたします。最近住宅事情あるいは仕事の関係で親と子ども夫婦とが同居していない、同居できないご家庭が毎年増えています。このご家庭では最初は夫婦でお住まいになっておられるわけですが、一方がお亡くなりになられるとそのままお一人でお住まいになっている高齢者の方、言い方は不適切なのかもしれませんが、インターネットにもはっきりと表示されておりますので、あえてこの方たちを独居老人と表現させていただきます。この方たちの動向については毎年8月に統計が出てきておりますので、守山市の統計を見てみますと、平成21年度では740人、22年度で790人、23年度では855人と年々増加傾向にあります。ちなみに高齢者だけの世帯数を見てみますと、平成21年度は524世帯、22年度は585世帯、23年度につきましては626世帯と、こちらも増加傾向にあります。そして普段通りに生活をされている方でも、ちょっとしたことで体調を崩してただの発熱程度と思って寝込んでしまう、外出も医療機関に行くのさえ億劫になる、近所の方にしてもつい最近まで元気だったのに1日2日顔を見なくてもちょっと具合が悪いのかな、この程度にお考えになるでしょうし、本人も家族以外の他人にあまりこと細かく自分の体の特に悪いことをお話しされることは意外と少ないのではないかと思われます。こういったことからも、その1日2日あるいはそれ以上の間顔を見なかった間にお亡くなりになっていたという事例もあります。多くが突発性の心筋梗塞あるいは脳一血であると言われています。このことがいわゆる孤独死とされるところですが、実際警察庁でもこの孤独死の定義が難しくて大きな括りで変死とされているのが実態です。従いまして検案死で死亡診断書が出されるうちの一部がこの孤独死と考えられます。およそ全国では1万5千人超、守山市の検案死は昨年1月から12月までが33件あり、このうち一部が孤独死と考えられます。阪神淡路の震災の後、仮設住宅でこの事例があったことで、ある新聞社がこの孤独死という言葉を使ったのが始まりだそうです。そして冒頭でも申しましたように、今回の東日本大震災で仮設での生活を余儀なくされている被災者の中でもこの孤独死が発生しているようにもお聞きしております。こういった事態を防ぐため、あるガス会社が個人住宅のメーターが動かなくなったり、すぐに動かなくなるとすぐに連絡が取れるようにするなどの対策を考えたりしています。こういったことを参考にすることも大事ですし、地域ぐるみで自治会民生委員の方たちを含め、より良いコミュニティを形成して今一度原点に立ち戻り、ご近所付き合い横のつながりを大切にしていくこと、このことが大事なことと思われます。ライフスタイルがどんどんと変化する中、今後この孤独死はますます増えるものと思われます。住みよさ日本一を目指す本市の取り組みとして、この問題をどのようにお考えなのか、健康福祉部理事にお伺いをいたします。2点目は中学生の自転車の走行マナーについてお伺いをいたします。
本市では小学校では通学路が決められていますが、中学校では通学路の指定はありません。歩車道の区別のない道路では2列3列で話をしながら走行している中学生を見かけます。歩いている人にとっても、また車を運転しているドライバーにとっても、自転車はそもそも方向指示器がないわけですので、どちらに曲がるのか、どの方向に行くのかが分かりづらく、話に夢中になって周りの状況をはっきりと把握できないで、後ろから車が来ている、あるいは他の自転車が来ているにもかかわらずに、急に道路中央部に膨らんだり走路の変更をしたりと、本当に危ないと思われることを体験された方は多いと思われます。全国的な流れとしては、車道に自転車レーンを設置するようになっているものの、本市では施設の道路の道路幅の関係上、従来から許可のある歩道を除いて幅3メートル以上の歩道については一定のルールにのっとり、歩道内を自転車が走行できるようになっていることと、さらにはご案内のとおり、泉町金ヶ森線等では歩道内の歩行者と自転車の区分をカラー化することで、自転車と歩行者の区別化を行うなどの対応をされていることは評価できますが、肝心の自転車を運転する中学生がこの意図を理解せずに2列3列で話をしながら走行していては、歩道を広げて整備したことがあだとなるように思えて仕方がありません。一般市民の方、あるいは高校生についても、このマナーの悪さについてはしっかりと注意をしなければなりませんが、あえて今回は中学生についてお伺いをいたします。最近では自転車は手軽なもの、自転車等にあっても別段気にもならない、どうもこういった風潮があって、自分のために買ってもらったものだから大事に乗らないと申し訳ないという意識がまるでないように思えて仕方がありません。一人一人はしっかりと交通マナーも知って守っているのでしょうが、複数になるとどうしても悪いという意識が欠落する、このことがあるように思います。道路事情が良くなれば良くなるほど、今話題となっておりますブレーキのないピスト自転車と呼ばれる、公道を走行してはいけない自転車を運転して検挙されたという例もあるように、もう一度しっかりとこの交通マナーを通じて、自分自身が事故に遭わない、人に迷惑をかけないようにすることが肝要と思われます。そしてこのことも大事な教育の部分だと思われますので、このことを踏まえて教育長のお考えをお伺いして、私の質問を終わります。健康福祉部理事、はい、それでは池田議員ご質問の1点目、一人暮らしの高齢者の歩道福祉についてお答えをいたします。議員仰せのとおり、社会環境の変化や核家族化の進行等により、本市におきましても一人暮らしの高齢者や高齢者のみの所帯の数は年々増加しており、これに伴いいわゆる孤独死の危険性は高くなると考えられ、市といたしましても課題であると認識をいたしております。このため本市におきましては、保健師によります健やか訪問事業や一人暮らし高齢者や高齢者のみの所帯への緊急通報装置の設置、配食サービス事業によります高齢者の見守り、さらに健やかサロンや一人暮らし高齢者の集いなどを実施しているところでございます。また議員ご指摘のガス会社の例のように、本市におきましても昨年の2月から水道事業の検診業務等を委託する中で、本市と自宅事業者との間で協定を締結し、事業者が検診時に市民に関する異変等を察知した場合に
市へ通報していただくこととしております。しかしながら高齢者の孤独死対策につきましては、議員のご提案のとおり、地域ぐるみでより良いコミュニティを形成し、ご近所の付き合いによる横のつながりが、横のつながりを大切にしていくことが重要であると考えております。このため今年度は地域で高齢者を支えていく活動の一環としまして、民生委員、児童委員とケアマネージャーとの意見交換会を実施したり、地域の要介護高齢者の居宅介護支援事業者情報を民生委員、児童委員に提供するなどしたところでございます。ご承知のとおり、森山市の自治会加入率は 95.3% と高く、また自治会が活発かつ安定的に活動していただいており、人と人との絆が強い町でございます。今後もこの地域の絆の強さを生かしつつ、行政が自治会、民生委員、児童委員、ボランティア、福祉協力員、健康推進等の活動を支援する中で、地域包括支援センターが中心となって、医療機関、介護事業者等とも連携する中、高齢者を地域で支えていくまちづくりを進めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。教育長。それでは池田議員2点目のご質問、中学生の自転車走行マナーについてお答えを申し上げます。中学生の自転車走行につきましては、議員仰せのとおり、教育委員会にも中学生が歩道内を自転車で広がって走行している、あるいはマナーが悪いなどご指摘等を地域の方からいただいている状況がございます。そんな中でしっかりとした交通マナーを身につけさせねばならないと思っております。現在市内の中学校では、自転車通学において歩道内の歩行者、あるいは自転車の走行区分や歩道内では歩行者が優先すること、あるいは歩道内では一列徐行をすることなど繰り返し指導しておりますけれど、おります。また定期テストの期間中など、生徒が一斉に下校する日には教員が下校指導を行っております。しかしながら、このような取り組みを重ねましても、中学生の自転車走行マナーは決して十分なものとは言えず、繰り返し繰り返し指導をしていかねばならないものと認識をいたしております。特に生徒には、自転車が歩行者の安全を脅かす車両である、また加害者となり得ることや、自らの命を守るためには安全な走行が必要であるということを強く意識させる学習が大事であると考えます。このようなことから、保護者や地域の皆様方、あるいは警察署の協力を得ながら、特に毎月1日と15日には教職員による立番指導を実施するとともに、生徒の状況を見ながら交通マナーの指導を徹底し、自転車通学の安全性やマナーを高めていきたいと考えております。また新入生に対しましては、森山警察署の協力を得たり、視聴学教材を利用するなどして交通安全教室を実施し、自転車通学に慣れていない生徒の安全な走行に対する意識を高めてまいりたいと考えております。今後とも引き続き粘り強い取り組みを通して、相手に迷惑をかけない、また自分の命は自分でしっかり守るという意識を高め、安全に行動できる生徒の育成に努めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。